楽うまクッキング。今日は広島市西区古田台、ロケーションも素敵なレストランゾーナイタリアで、旬の食材を本場イタリアの味に変える道浜誠二さんの登場です。では道浜さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今週は体に優しいヘルシーメニューをテーマにご紹介します。今日はこちらを作ります。シラスと白菜のボンゴレビアンコ。というわけでパスタでヘルシーメニューになるんですね。はい、今日はもうほとんどオリーブオイルを使わずに作ってみようと思います。あ、ということは油分がないのにちゃんと味はしっかりつくんですか。はい、しっかりついてちゃんとパスタの麺と絡むように、そういうソースをちょっと作っていきたいと思います。嬉しい。パスタがね、いただきたい時にヘルシーって気になるんですよね、カロリーとか ね。はい、今日は大丈夫です。そして材料もとってもシンプルですね。はい、はい、早速教えていただきましょう。はい、じゃあまず今日白菜ですね。はい、こちらを切っていきます。パスタに白菜。はい、これ結構ちょっと厚いところは半分に切ってもらって、はい、切れ目を入れてもうザクザク切ってください。みずみずしい。今美味しいですよね。そうですね、今本当に美味しいですね。お鍋の余りなんかの白菜でもいいですもんね。もうちょっとやっぱ全部使い切れない時とかあるじゃないですか、はい、時にざってやってもらうといいんですよね。結構パスタに白菜ってそうですね、本当水分が多いんで、うん、こうあんまり向かないんですけど、今日のやつはこれをもうソースにしちゃうんで。あ、白菜が具材というよりもソースになる。はい、はい、じゃあまずこのフライパンにですね、はい、あ、こちらニンニクをですね、はい、ちょっと手で丸々一個ギュッと潰してください。うん、はい、でこちらを入れて、はい、はい、アサリですね、入れます。はい、はい、でここにですね白ワイン。あ、わ、手で潰しただけでニンニクが香りが出てきますね。香りますね。はい、この中にあの先ほど切った白菜をズワッと、はい、入れます。はい、はい、はい、でこれでですね蓋をしてこのまま蒸していきます。おお、はい、アサリと一緒に。アサリと一緒に蒸していきます。これうま技です。はい、でこう白菜を蒸すことでこう野菜からこう、まあ、水分を入れてうまみがぐっとその野菜の汁でソースを作るので余分な水分を入れずに、アサリもこの白菜の水分と一緒に蒸されてくるんで、一石二鳥。はい、一石二鳥です。アサリを蒸してる間に白菜も甘みが増すと。もう増してきます。はい、はい、で約中火で 2,3 分こうアサリが開くまで蒸してください。はい、はい、で今日パスタ茹でていきますね。はい、鍋にあの今お湯を沸かして 1% のお塩が入ってます。はい、でここにパスタを入れていきます。はい、はい、で今日はちょっと細めのスパゲッティを茹でていきますね。はい、大体約5分ぐらい。はい、はい、大体今日は 1.4mm くらい。 1.4mm くらいですね。あの太いとちょっと絡みにくかったりするんで、細めの方が相性がいいと思います。はい、今日のやつは。なるほど。はい、はい、でこれで茹でていきます。はい、はい、この間にですね、はい、大葉ですね。はい、大葉をちょっとこれもちょっと千切りに。今日使う材料が和風ですね。ちょっと和風ですね。うん、香りがする。いい香り。はい、千切りに切っておきます。はい、はい、そしてですね、うん、お、あとですからちょっと柚子の方をちょっと果汁をですねちょっともう、はい、絞っておきます。はい、はい、こちらの絞り終わった方も、はい、皮も後で使うんでちょっと取っておいてください。はい、はい、後で使いましょう。はい、じゃあちょっとお鍋の方行ってみましょうか。どうでしょう。あ、もうちょっとですね、だんだん開いてきてますね。もうちょっと結構でも今見ただけでも水分出てましたね。そうですね、もうどん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 水分出てくるんで、いいですね。あ、しんなり白菜も、もうこうして開いて出てきます。はいはい、アサリもいい感じに。どん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 開いていきますね。はい、水分がたっぷりになってくるんで、はい、そしてほらどん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 、そうほらこんなに、これがもう野菜とアサリから出てきた旨味なんで。へー、はい、これだけでアサリの香りがします。いい香りが、もういい香り出てきしてますよね。うん、はい、じゃあここにですね今日使うシラスですね、はい、まあ、全体量の半分ですね。はい、をここで混ぜます。今回はシラス、まず 50g。 50g、はい、でこのシラスもちょっとこうソースに溶け込ましながら、これもやっぱちょっと麺と絡んでくれる一つのポイントになってくるんで、はい、でここにですねちょっと今日パスタの茹で汁を大体 20cc ぐらいちょっと入れましょう。はい、はい、でここにですね、うん、最後にですね今日は梅昆布茶
ここに梅昆布茶、はい、を入れちゃいます。はい、はい、でこれでソースを作っていきます。これどんな味になるんですか。はい、これが今日のちょっとうま味なんですけど、この梅昆布茶でソースにこうコクと風味がふわっとついてきます。へえ、香りがもうちょっと立ってくるんですけど、このちょっとかすかな梅の香りが。本当だ、なんか落ち着くほっこりする香りほっこりですか。いい香りですね。これが、まあ、あの全体的な味にはこう出てこないんですけど、ずっと全体を締めてくれるんで。へ、梅の確かに香りがするとちょっとこうキュッと締まったような、そうですね、この梅の風味とアサリの風味のこういいバランスが香ってきますよね。合うんですよ、すごくアサリと。仕上がりが楽しみ。はい、はい、でこれでちょっと中火で大体これで 2,3 分あの煮込んでもらって、はい、ソースを仕上げていきます。はい、はい、じゃこの間にちょっと合わせていきますね、残りの。はい、はい、ボウルに残りの先ほどのしらすですね。はい、はい、しらす 50g ですので、はい、今回全部で 100g のしらすを、はい、お 使います、はい、使っています。でここに先ほど切った大葉ですね、はい、はい、はい、を入れます。はい、でここでさっき絞ったちょっと柚子果汁ですね。これはなので先ほどのパスタに合わせる具材のようなものになるんですね。そうです、はい、これをちょっと最後に乗せてしちゃいます。で最後にですね、はい、ここでちょっとあのオリーブオイルの方を、これだけ、ここにオリーブオイル、はい、これだけ絡めるように、でちょっと味を見てもらって、お塩の方ちょっとですね、はい、確かに今初めてオリーブオイルが登場しました。そうですね、ちょっとこれだけはちょっとあの大葉とシラスをつなぐためにちょっとだけやっぱオリーブオイルが美味しいんで、はい、じゃあこれじゃあせいせいちゃんちょっとチェックをどうぞ。はい、ありがとうございます。どうでしょう。あ、美味しい、爽やかですね。そうですか、柚子の香りがねすごくいいんで、あ、本当に合うこれ柚子とオリーブオイルだけでしっかり塩気と、そうですね、うん、味がついてますね。美味しい、はい、じゃあちょっとパスタの茹で加減見てみましょうか。はい、はい、これ茹で加減ってどれくらいになるのが理想的ですか。アルデンテで今やりましたね。ああ、うん、やりました。もう一回やってくださいちょっとだけこう取ってもらって、はい、おほーかっこいいです。やってみますか。いいですか。どうぞ。いいですか。はい、多分やってみても茹で加減がわからないと思います。熱いですよ。あ、ちょ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 大丈夫ですか。うん、うん、アルデンテです。何ですか。うん、硬さもちょっと残りながら。道浜さんがやるとかっこいいんですけど、泉水さんのあれですよね、お餅をすすりながら食べるみたいないつまでもこうやって伸ばしながら大丈夫です。硬さ違いました、はい、どこが違ったんでしょう。はい、じゃあ合わせていきましょう。はい、はい、だからちょっとこう芯が残りめくなるぐらいが、中にちょっと芯が残って食感ちょっとなるぐらいがちょうどいいと思います。はい、じゃあパスタを合わせていきます。このフライパンの中に、はい、なるほど。はい、じゃあこれを合わせて、はい、あまりねこうアサリをこうガチャ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 やっちゃうと割れちゃうんで、殻が優しくソフトに。あ、しらすはもちろんですが白菜も、そうですね、ちゃんと絡みますね。はい、このしらすと白菜がしっかり麺に最後絡んでくれるんで、はい、絡めたらちょっとだけちょっとだけ味見しますね。はい、全然やっぱり違いますね、改めて見るとじゃあちょっとだけ足りないところでお塩を足します、はい、今もう一回やろうわかりましたかはい、盛り付けていきます。はい、味も整いました。はい、大丈夫です。本当にいい香り。調味料ほとんど使ってないですもんね。そうですね、お塩と本当に梅
米昆布茶だけ、はい、でもあとはもうアサリの塩気と白菜とシラスの旨味で、こちらにいくら、ああ、白菜もたっぷり、アサリもちょっとたっぷり入れましょう、うん、いいですね、はい、でここにですね、はい、先ほど和えたしらすをさらに、はい、このしらすが加わるわけですね、はい、そして最後にですね、はい、柚子の先ほど残した柚子の皮を、なるほど、なかなか落ちにくいんで、はい、これで完成です。はい、とっても簡単にシンプルな材料で美味しいパスタが出来上がりました。しらすと白菜のボンゴレビアンコ、20分で完成です。では材料のおさらいです。白菜はアサリやニンニクと一緒に蒸して野菜の旨味をソースに移しました。ソースを煮込むとき梅昆布茶を今回は加えました。梅昆布茶が入ることでソースにコクがプラスされてさらに美味しくなります。大葉と柚子も爽やかです。油を極力減らしてヘルシーにできるパスタ、ぜひご家庭でもお試しください。イタリアンの道浜さんがオリーブオイルを使わずに作るパスタってのは新鮮でしたね、うん、本当にヘルシーです。これ混ぜて、はい、もう上のシラスと一緒に絡めて食べてみてください。もうすでに香りがすごいいいですね。そう、まずは香りで楽しめるパスタですよね。そうですね。美味しそうだな。味はしっかり、うん、そうです。ソースの味が麺に絡んで、オリーブオイルを使ってない物足りなさみたいなのはないですね。食べ応えも結構あるんですね。そうですね。もうシラスがしっかりこう絡んでくれるのと、やっぱ白菜の旨味がすごいですね。しっかり出てるんで。そうなんですよね。で、梅昆布茶っていうのも結構イタリアンで使われたりするんですってね。ちょっと隠し味に。隠し味程度に。ちょっとこれ食べるとほのかに梅の香りっていうか、うん、本当にいい役割を果たしてくれる調味料になりますね。表に出てきてないんですけど、美味しい。支えてくれます影で。はい。混ぜれば混ぜるほど美味しくなってくる。そうです。ぜひご家庭でもこの冬作ってみてください。道浜さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この楽ウマクッキングなんですが、今回パソコンやスマホでご覧いただけるようになりました。番組のホームページから YouTube の RCC 公式チャンネル楽ウマクッキングの動画が楽しめます。はい、今日の動画も随時アップしていきます。ホームページのレシピと合わせてお楽しみください。はい、というわけで道浜さんも他の曜日も見てみてください。わかりました。あとぜひ皆さんに動画で先生さんのすすり餅をもうなかなかねうまくできないですけど、ね、一時停止してみててすごい顔してるかもしれませんというわけで来週です。来週は体が温まるレシピを特集します。月曜日は韓国料理のチョンさんに韓国風ちゃんぽん麺を教えていただきます。